マイサー・エドアルド・イズ・トリスは、ベネズエラララ州、バルキシメト出身の元プロ野球選手。ウトー・リョーダ。イボアニのシーザーもプロ野球選手である。1998年にクリーブランド・インディアンスと契約を結んだ。2004年1月5日にライアン・チャーチと共に、モントリオール・エクスポズへ、トレード移籍し、同年8月27日に、エクスポズから、メジャーデビュー。 2004年11月19日に、ホセギーエンとのトレードで、フアン・リベラと共にアナハイム・エンゼルスへ移籍した。2006年は開幕をメジャーで迎えたが、左ハムストリングを痛め故障者リスト入り。6月9日にメジャー復帰を果たし、それ以降は三類手として出場し、自己最多の104試合に出場し、打率293.5本塁が44打点。 出塁率、365.14盗塁を記録。イズ・トゥリスは遊撃手であるが、オーランド・カブレラがエンゼルスの声優撃手として出場していたため、2006年は三塁手として87試合に出場した。2007年は三塁手として53試合、二塁手として40試合に出場。三塁の守備では早球のエラーを減らすなど、安定感が増していった。 2008年は2007年シーズン終了後にカブレラがシカゴホワイトソックスへ移籍したため開幕から遊撃手として出場。4月にハウィー・ケンドリックが故障者リスト入りした時は二類種として出場することになったが5月にエリック・アイバーが故障者リスト入りとなってからは遊撃手として出場。非力ではあるが バットコントロールが評価され、7月に3番打者として起用された。しかし、8月中旬に左手親指の手術をしなければならなくなったため、故障者リスト入りのままシーズンを終えた。2009年は右投手先発時の二類手種として起用された。打撃では自己最高となる打率。300.8本塁打、65打点を記録。 2013年からの3年契約でトロントブルージェイズに移籍することが2012年11月8日に同球団から発表された。2014年の4月13日、イ・ボルチモアオリオールズ戦で左膝を負傷し、翌14日に15日間の故障者リストに入った。左膝じ帯の劣傷のため手術が必要となった。この年はシーズン終了まで復帰することはなく、 メジャー昇格後では最低の11試合の出場に終わった。2015年11月3日に FA となった。2016年2月1日にマイナー契約でブルージェイズと再契約。ありがとうございます。